ああ、もしもし。あ、はい。あ、かまち。かまちはそうっすね。捨て場に差し込んで、そうですね。空の、ゼロ式ですね。はい。はい。そうです。ちょっと捨て場の方、しっかり、処理しないと、あれですけど、はい。はい。あ、そしたら、そうですね。はい。いきますよ。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。はい。今回は、前回加工した上がりがまち、タモの木材なんですけど、まあそれを加工して、トントンの、まあゼロ式で、を使って、かまちを収めていこうと思います。それでは、どうぞ。まずはね、まあかまちを眺めて、どう使うか。をいろいろ考えて使い勝手を決めます。で、ここは床板が24ミリなんですけど、その24ミリの合板は土台の芯で止めてあるんですけど、でその先を12ミリのラチを二重に貼って、で2枚目の方をその土台の面から4分出しを収めて、でそこに刺さるように加工をしていきます。1階のね、床板が28ミリの場合は12ミリ貼って4ミリパッキン、それをまあ土台面で1回止めて、でその上にまた12ミリで、合計28ミリの計算で、で最後のその12ミリを、まあ、土台から4分出しとかで収めてやったり、その現場によってね、仕様も違うので、そういう感じで収めてます。まあ基本的に15ミリのフロアなんですけど、木材の時ってまあ、その中でも気持ちの厚みがね、やっぱ様々なので、まあ、ここでやっぱ微調整してます。この刺さり具合と、つらい。建材のね、フロアの場合はフロア自体の面が取れないので、まあプリントされてるので、その面が取れないので面尻になるんですけど、まあ、木材の場合はフロアもね、面が取れるので、ね、ゼロ式かまちとフロアをもうゾロにして収める高さで収めてます。この小穴カッターですけど、この小穴カッターの刃は自在の刃を使ってます。でラーチの中でもね、たまにやっぱ厚みが違ったりしますので、その刺さり具合は微調整できるように、その自在のうねうねした刃で溝をついていきます。こんな感じですね。普段はね、カンナでカマチの面を3ミリぐらいで取って、で、付けカマチの方を、まあ、1ミリから、まあ、糸面少し強めに
取った状態で収めてるんですけど、今回ちょっと遊び心取り入れたくて、カマチの麺とつけカマチも同じ麺の大きさでいきたかったので、まあ、トリマー使ってちょっと強めに、まあ、5ミリぐらいですかね、でトリマーで麺を取りました。でこの足元の下の方ですね、カンナで245度ぐらいの面からの少しテーパー斜め強めに軽く面を取ってます。フロアがね、当たるところの糸面ですね。軽くです。面々のね、当たりをチェックして OK ですね。上がりをガマチのね、取り付けるときにあのネタボンドくれてくるんですけど、まあそこのネタボンドの厚みがね少し邪魔するので、こう筋入れてネタボンドが馴染むようにカマチの裏にこう筋を入れ込んでおきます。カマチのカットですね、まあ、この長さは内々で収めるんですけど、まあ、差し金で金巻いてでフリーアングルで合わせて隅に合わせてカットです。でこのフリーアングルの当て方なんですけど、まあ、大きい角材切るとき1回目はね、下から当てて金に切って、で今度ひっくり返したら、今度フリーアングルはね、この奥からこの奥から当てて、だから1回目とフリーアングルの当たりを一緒にするんですよね。そうするとね、角材でもね、うまく切れますので。でちょっとこれ丸のこの金が曲がってるのに気づかないで、そのままちょっと切っちゃったんで、もう一回切り直すんですけど、で一発目は手前からフリーアングル当てて切って、繰り返して奥からの金で攻めます。でこの先、まあ、ちょっと繰り返しになるのでカットします。
もう入っちゃってるんですけど、まあ、ちょっと仮ですね。仮に入れて月が餅のあたりのラインを酢にしてます。ちなみにね、このねコンプレッサー、まあ僕のなんですけど、翔也さんとねお揃いでしたね。でこっちも月が餅のラインで炭ですね。だから当ててんのは月が餅のこの切り落としを使って炭してます。で、月が餅のね当たるところをねしゃくりますね。で、丸のこの深さはあのかまちの大きく取った面の深さで、今回月が餅の面も強く取ったので、月が餅の当たるところの敷地、僕はこっちかまちをね掘って、で先っぽだけ斜めにした敷地で、まあいろいろあるとは思うんですけど、月が餅をねとんがらがしてやったり、まあ、僕はこの方法でやってます。でこの丸のこの筋はね中一本にしてます。結構ね2本とか3本とか入れる時もあったんですけど、やっぱこの真ん中1本ぐらいの方がね結構調子いいっすね。でやっぱあと、まあ、どっかその建材のメーカーは忘れてしまったんですけど、そのどっかのそのメーカーの時の付けがまちもね面がやっぱ強くて、まあたまにありますんで、こういう風になる時が。ちょっとのみは切れないんですけど、こんな感じで掘ってます。こんな感じです。そしたら取り付けですね。取り付けはメタボンド、海苔を、この溝と。
漬けがまちの入り具合っていうのは、まあ、若干緩めですね。ぴったりとかで使って入るような感じに収めると結構きついことが多いので、気持ち、まあ、緩めに入るぐらいの感覚ですかね。であとここの捨て張りのカマチをつける前にこの捨て張りの電気ガンナは必ず当て込んでますね。でこれ当て込んどくことによってそのカマチと、まあ、フロアの転びとかねがなくなるので、あの電気ガンナ一発やっぱ入れとくとこのカマチとね、まあ、ゾロ、まあ、ゼロ式が成立しますよね。いいっすね。でまあこの月がこのラインとこっちのあれをよく合わせて、であとはもう基礎からの金考えてみて、カマチがね、タモで、まあ、カタギなので、まあ、ビスが切れないように気をつけながら、上からと、まあ、裏から縫っていきます。メンツル。カマチをチリつけないですよね、最近はね。もうね、昔はつけてた面尻でやってたんですけど、今このもうツラで、であとはばきがね、はばきもここは重くなので、ここでスカートはばきとかだとね、こう段違っても全然問題ないですけど、重くはばきだとここでこうかっこの面尻分加工したりとかしないといけなかったりするので、僕はもうツラでずっとしっかりこの溝のラインもね、レフトとかここもうどこまで行ってもこうツラで。以上、カマチの取り付けでした。次回はね、漬けがまちをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。